天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。信長の下で戦なき地平は訪れない、そう確信した光秀は本私は信長様を殺してしまった。信長様の前に私はどう生きればよいのか。いや、私は進まねばならない。あの方は我々は東の敵を見つけ、南より敵を見つけ迫り、俺は天王山へ向かう。進め！大人の喧嘩にガキが出てくんじゃねえ。